舞子まで来ましたよ。高速バスの乗り口があったら、らい人がいますね。そか、友人や、ここ。淡路大橋渡るのにか。さあ、ってことで、さあ、明石海峡橋ですよーって言っても、ですよーって言うんだら前向けろって話なんですけどね、もうちょっと運転しながらでね、やっぱこういう時いるな、人がいるな、やっぱ綺麗な、ああ、すげえ。嘘巻いてるかな、ここで、こっちじゃないもんね、ナルトの方やもんね。いやー、広いなー。淡路海峡とかこの瀬戸内のところをね、本当かどうかは知りませんけど、外国の人がね来た時に、いや日本もちっちゃいちっちゃいって言うけど、すごい大きいところがあるじゃないかって言ってね、ああそうですねって言ったら、その人はそれを川やと思っとったってね、瀬戸内海を、日本もちゃんとした川あるじゃないかって言って、ね、いや川じゃないんですよ、いや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 川じゃないんです、これ海なんですって言ったら、こんなちっちゃい海あんのって、まあそうですよね、っていう風になったっていう話もありますけど、でも瀬戸内もね海の幸美味しいところです。また外海とは違うんですね、この内海ならではのね、脂の乗ったお刺身というかね、そういったものがね、取れる、海、素晴らしいところです。さあ、なんて話をしてるうちにさあ、まさか本州を出るとは思ってませんでしたね、今日、さあ、本州を出て、ついに淡路大島に、淡路大島を、淡路大橋とこっちになった淡路島に乗り込みました。さあ、そうするとね、出てきた観覧車が見えますよ、ね、で一回降りちゃうのか。淡路は下を走ったことないですよね。やっぱしこの上だけになって四国に行っちゃうっていうね、四国まで行くとね降りるんですけど、ハイウェイ大橋、まあどちらにしろ一回ちょっと休みたいなやつ、トイレもしたいし、そうですよ、だってさっきは11時半12時前って言ったらもう12時50分ですから、それはトイレもしたくなってきますよ。そうか、昼過ぎにここにおるか。さあ、大観覧車が見えるということは、これはね淡路ですよ、しちゃいましたね、淡路、淡路ハイウェイオアシスですね。ここいいとこなんですよね。これね、今ずっとね、このね、橋見えるかな、橋ね、あとか、展望台がありますもんね、ここ。ね、そっちから見てきたらいいんですよ。いやー、淡路まで来ちゃいましたよ。ね、止まっとる止まっとるって言うと、観覧車動いてますね。何してね、先輩に、しっかりとしたお土産をね、買わないといけませんからね。さあ、いや展望台まずね、橋を取っとかんとな、橋は取っとかんとかん、まあ、明石海峡大橋は取っとかんとね、ちょっと記念碑があって、渡るくんもこれね、今渡ってきましたけどね、渡ってきましたけどというか、これ渡って帰らんとあかんねん、明日仕事やでね。しかし広いな、いやー、道もね、広いよ、これ。すごいな。ああ、渋滞予測が出とんねや。へぇー。洲本市っていうのかな。こんなキャプター撮ってるね。いろいろあるなぁ。どうしたなぁ。いやー、まずお土産を買わんと。お土産。お土産じゃなかった。お礼の品な。お礼の品、すっかり旅行気分になってるけど、そうそうそう、旅行じゃないから今日は私が楽しむ目的ではありません、あくまでもお礼の品を買うために
どの俺をしちゃうかって拡張に止まってるだけですか、うん、綺麗やなさあ、どうしようかなと思って見とったら、何やこれ、気になる買ってこかなと思ったら、これ売ってない高級車、直売所であったら蓋をまず抜いたほうほう、気になる、そのままかな中からプリン、ちょっと気になるな、うん、気になるな皮作りとか、気になるあの卵プリンって気になりますね気になるなよし、もうちょっと南行ってみましょうか北の方までポンポンポンとポンポンポンと行けそうですもんねそこ寄ってからでも、なんとなく寄れるじゃんよしで、そのまま下道を走ってみましょうよし、いいんじゃないですか、そんな感じで